賢者の石を探す錬金術師はジョセフ・ライトが描いた絵画。この絵は1771年に一旦完成し、1795年に再度手が加えられた。この絵はハンブルクの錬金術師ヘニッヒ・ブラントによる1669年のリンの発見を描いたと考えられてきた。そのエピソードはライトが生きた時代において一般的な科学書でよく取り上げられ、 広く知られたものだった。この絵は、絵がたい賢者の石を何とか作り出そうと心を見る錬金術師を描いている。それは、ただの金属を黄門に変えるはずだったのだが、その代わり彼にとって驚くべきことに、リンを発見したのだった。しかしライトは、錬金術師を17世紀の背景の中には描かず、あたかも教会の中であるかのように、中世ゴシック様式のアーチと、 高く上端の尖った窓を排した空想状の部屋を描いた。またライトは尿の射沸による濃縮を含む実際の手順を非常に心地よげな雰囲気に描いている。しかし、ある臨製造業者の1730年の記述によると腐敗し虫のついた尿がバケツ50から60杯は必要だった。錬金術師ライトはまたこの絵に宗教的な暗示も込めている。 輝く容器の前にひざまずき腕を伸ばした錬金術師の身振りはエルグレコが聖魂を受ける聖フランチェスコや祈る聖ヒエロニムスで描いたものに似ている。ベネディクト・ニコルソンは錬金術師のポーズと霊的交換を受けるキリストの使徒の一人とを比較している。この絵のレイアウトはトーマス・バイクの作品錬金術師から取られたものかもしれないとニコルソンは考えている。 その絵には同様のアッチ型天井、取り散らかした品々、光の傍らに一人離れた助手が描かれている。前世紀の出来事を描いた、この絵は、ライトの存命中、ロンドンで展示されていた。なお、ライトの友人だったピーター・ペレス・バーデットのスケッチから、バーデットがこの絵のデザインに強い影響を与えたことは、明らかである。1771年2月4日のスケッチには、 アーチ型天井とガラス容器を中心に据えた絵のレイアウトが描かれている。絵の構図を助言したのはバーデットであり、また彼はすでにライトをマシューターナーの元へ向かわせたことがあったため、ライトは絵の科学的背景を完全に理解していたと思われる。1771年に発表されてから、この絵は多くの愛矛盾する解釈を引き出してきた。 この絵の不可解さは18世紀の鑑賞者たちを明らかに混乱させた。また、ライトは国際的に名の知られた画家であったが、この絵は最初に展示された時には売却されなかった。ライトは1773年から1775年のイタリア旅行中もこの絵を手元に置き、イングランドに戻った後、1795年に再び手を加えた。この絵がようやく売られたのは、 彼の死から4年後、彼の財産がクリスティーズで競売にかけられた時だった。ありがとうございます。